どんな動画涙腺がこの辺全部カットカットでしょ。こんにちは、温泉モデルのしずかちゃんです。今日はこちら秋田県の高根湯温泉さんに来ました。実は高根湯温泉さん困ったことがありまして、これから紹介していきたいと思います。それでは最後まで見てください。私の背が細い。あ、真面目な話今日、はい、高根湯温泉さん、実は4年前に、宿泊させていただいておりまして、動画も残っております。こちら若い、それはさておき、今回ニュースでも取り上げられていたと思うんですけども、高根湯温泉さん現在休業しております。その様子をこれから見に行っていきたいと思います。じゃあ行きます。私これ買った、この手ぬぐい、秋田県、ほらかわいい、ここ大浴場、すごいね、見て2倍ぐらいの雪、すごい、豪雪地帯だよ。入ります。あ、懐かしい、わー、おー、有名な立ち湯です。本当に無理する、何かおかしい、何かがおかしい、湯気がない、ストッキングなんだけど、待って、映さないで。ストッキングねえ、映さない、違う、聞いてくださいね。履くストッキング、履くストッキング、私足が長いのか足りないんですよ、丈が穴開くねえ、やめて、指がない、はい、あそことか激アツで触れなかったイメージあります。それでは入ってきたいと思います。久しぶり、楽しみ。はい、この左の浴槽ですね、入って左の浴槽は深さ130センチの立ち湯です。これに挑戦していきたいと思います。では、あったかい、足が凍えてる、あったかいよ、はい、掛けをして入っていきたいと思います。待って、冷たい、でも手よりはあったかい。冷たい、温度が下がっちゃったんだね。え、あったかいかな、これ、あったかい、あったかい、これは全然あったかい、これはあったかい、待って、これこんなあったかいのかけちゃったらさ、私こっち入れないじゃん。あったかい、やばい、これはあったかい、全然入れる、これはあったかい、38、待って、非常にあったかいよ。あ、この辺だったら、いや、いけないよ、気温経過して、これ37度でしょ、ちょっと離れると
25度え？あっち？25度ですね。まあ、温泉です、うん、非常に温泉です。22度。おう、こっちは21度。私の好きな写真は、ね、ここで板背湯してる写真が好きなんですけど、ということで立ち湯やる。どう考えてもあっちでしょ。あったかいね、あっちの方に3度ぐらい。それでは頑張って入ります。一回入ってしまえば。こういう温泉あるよね、九州にも山梨にも。おー、すごい冷たい、冷たい、冷たい。待って待って、下えぐい、下えぐいよ、下えぐい、下えぐい。上はあったかいけど下えぐい。まるで冷たい。ここを超えるのがハードルが高い。問題だな。今つまり入ります。大変。あー、足がつきません。足がつきません。背伸びしてこれ。やっぱり本当にいい温泉なので残していきたいなと思います。頑張れ私、はい、ということで入りました。もうここから一歩も動けません。37度のお湯にくっついてる。どうしてこうなっちゃったのか聞いてみようと思います。今の源泉はですね、ここにあるのが以前使っていた源泉になって、そこは前は70度から80度のお湯が出ていたんですけども、そこは今完璧にダメになっちゃってまして、その隣の方に、2、3メートル隣の方に新しく掘って、そこが今、そこからお湯が出てる状態です。動画にも残ってるんですけど、もう溢れてるぐらいの感じだったんですけど、すごいね、感動。こっちから一応新しい源泉見てる、はい、こっちちょっと狭いんで気をつけてください。はい、12月の半ばぐらいですね、から降り始めて、12月の終わり頃にはここしっかり積もり出して、うわー、すごい、足が、足重かったかな。自分の後をついてくる。はい。うわー。
2メートル、3メートルぐらい、そしたらやっぱもう勝手に出てきてくれたんで、なんか、実際に4年前泊まってたのを見たからこそ、すごい4年前はあっちの、うん、溢れてる感じ。しかも多分、当時だったあの、ブロック今積み重ねてたと思うんですけど、はい、あれもやったの2年前に建てたんで、当時は本当ただ四角のところにプールみたいな感じだったと思うんですけど、今までね、このまま掛け流しで全部の浴槽に行ってたんで。もうやっぱり緊張する。ダメだこりゃ。DM をもらったんですよ、インスタグラムで、はい、いただいて、ちょっと私に何かできることないかなということで来ました。飛んできました。ありがとうございます。ありがとうございます。ご紹介します。社長の妹さんの若女将の由美さんと亮太さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、あとはナチュラルでいいですか。いつから休業してるの。去年の12月の半ばから完全休業。それまでお客さんちらほら入ってたんですけど、そのなんかぬるくてもいいから来たいって言ってくれて来ていただいて。時系列で言えば2020年の8度だった源泉が70度落ちて、そこから冬に徐々に落ちてて、川が詰まりなんで流入してきてるのとかを止めるための工事とかっていうのをちょっと自分たちの手で、まあ、主にあの社長の方がやって、2021年かなって、まあ、だんだん冬明けてってのもあるんですけど、まあ、今度は戻ってきたんで、まあ、またそこで営業は一回再開をしたんですけど、8月か一気に30度近くまでバーンって落ちて、本当に徐々に落ちたっていうよりは一日のうちに本当に急にドーンって落ちて、そこから休業してでまた再開して10月に徐々に落ちてて、去年の12月半ばに休業して今に至ってます。当王子はどちらにいらっしゃったんですか。2020年の時は2020年は自分もまだその時に東京にいたので、ちょっと里帰り出産してたんでしょ。里帰り出産してた時ですね。一人で戻った時、戻ってきた時はまだ温泉はあったかかった。あったかかった。で普通に営業していて、じゃあその日は本当にびっくりした。そうですね、急にだったので、そう昨日まで普通だったので、急いでお客さんに電話してって感じで。ああ、予約入ってたんだ。そう、入ってたんで、で急遽キャンセルしてもらったり、他のお客さん、お宿さん紹介したりして、そっちに行ってもらってって感じで。めちゃくちゃバタバタしましたね。そこから里帰り出産のために戻ってきてたけど、そのまま移住することになったっていう流れ。そうですね、ほぼ一回関東の方に帰ったんですけど、やっぱりどうしても手伝いたいなと思ってこっちに戻ってきたって感じです。すごいな、なんだろう、地元だから好きとかそういうんじゃなくて、なんかもっともっと熱い思いがあるのかなって思っちゃいます。でもそうですね、私が小さい時からここで育って、旅館が138年創業で、やっぱりどうしても残していきたいっていう気持ちがあったので、で父も2020年に亡くなって、で人手不足でちょっと困ってるっていう時に、ちょっと私が手伝いたいなって思って主人にお願いしてこっちに来た感じですね。手に職をつけて出したっていうところで、あ、泣いちゃう。なんかもう息子さんがいらっしゃるんですけど、年も近いし、その自分が今まで頑張ってきたことをなんか一旦ストップして他のことをやるとか、本当に並大抵じゃないきついだなって思って泣けちゃう。しかも大変な時期がすごい重なったっていうのもあって、なんか泣けちゃいます。すごい、やばい。
話聞いただけで、なんか温泉だけのことじゃなくて、その人生がバッて変わってるっていうのをここに来て話を聞いて、すごい私なんかできないかなって思いました。いやそう、うん、でも本当小さい時はこんな田舎で絶対継ぐもんかって感じだったんですけどそうなんか年取っていくにつれて、なんかここいいところだなって、残したいなって、うんうんうん、奥さん応援してるのすごいなと思います、まあ、さっきもちらっと大変そうだなと思ったけどまあそうですね、転職ついてた時は、まあ、その雇われ社員ではあったので、うん、まあね、最低限の給料というのも確保されますんで、うん、今この状況で行くのはきつくないかっていう、うん、まあ、そのコロナもその、ね、やっぱ始まった時でしたし、お客さんっていうかそのやっぱ人の動きが全くないっていう状況だったので、うん、その中で、ね、こっち来て、力自分たちが全く関わってこなかった仕事に急に片っぽがまだやって片っぽは今まで通りの仕事するとかってなったら、まあ、まだ両立はできなくはないかなと思うんですけど、2人とももうここにでやるってなっちゃったんで、それはちょっと最初はいや行くのはちょっとやめようっていうのを話はしてたんですけど、守らないといけない、守らないといけないって、そうそうですね、そのやっぱこっちの妻の気持ちも分かるんですけど、自分としてやっぱ妻と子供の両方の生活も考えなきゃいけなかったんで、じゃすぐに行こうよっていうのはちょっと最初は言えなかったです。生活スタイルも全く違うというか、そうですね、まあ、それがまだ関東圏だったらそこまで大きな変化はないかなと思うんですけど、この秋田っていう雪国、ね、東北の雪国の中で急に、そうですね、雪に全く関わってこなかった自分なんで、未知の世界ですよね。そうでしたね、本当にもうそこ、うん、そういう不安ももちろん自分の中にあったので、うん、だからまあね、ちょっとってなったんですけど、まあそういう気持ちが強かったので、まあ、そこまで言うのであればもう行くからって言って2021年の9月に移住していきました。なんかもともとお二人ともトリマーさんだったっていうことで、今後旅館でワンちゃんを一緒に褒められるとか考えてるって新しいアイデアですごいなって思いました。もちろん最初は、うん、ボイラーを設置っていうのが一番の大きな目標ではあるんですけども、うん、それだけだと安定した温泉は供給できるようになるかなとは思うんですけど、その先新しいお客さんとの出会いとかもやっぱ必要だなっていうのは1年ちょっと来て思ったことなの で、うん、でそこでやっぱこの湯沢市っていうのが犬っこ祭っていうのを冬にやってるので、もうワンちゃんが泊まれるとこあるだろうなと思ったらもう全くこの湯沢市、まあ、周辺なくて、じゃあ自分たちはその経験あるんだから生かしていこうっていうので、クラウドファンディングの第2の、まあ、目的としてやらせていただいてます。まずクラウドファンディングでボイラーをっていうところが達成するのももちろんって言い方わからないですけど、まあ、先も生活があるってことですよね。自分も実家商売やってて、はい、で長女なんですよ。そうなんです。でなんだろう、商売だけは絶対やんないぞみたいな、でこんなの休む日もない遊びにも行けない、絶対やんないぞと思ってたけど自分自営業になっちゃったんで、似たようなこと言ってますねなんか出てきちゃうんでしょうね自分が住んだところをやっぱ大事にしたいっていうか、守っていきたいっていうのがどん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 、なおさらですよね。こんだけ思いが詰まって建物があって138年つながってきて残したいですよね。そうですね、何としてでも残したいですね、うん、大きく見ると日本の大切な温泉文化であったり、この混浴文化っていうのが、私はそれを残していきたいなと思ってやってるんですけど、頑張りましょう一番最初に DM を見て思ったのは嬉しい、なんかこんな私を頼ってくれたのもすごく嬉しいし、一緒に頑張りたいなって思いましたお願いします頑張ります、はい、一番はやっぱりまずその目標を達成して設備をつけたいですね。うん、お父さんとお父さんとどういう時系でしたか。2010年
1月にお父さんが亡くなって、で7月に生まれて、で、9月に源泉がバーンって落ちて、なんかお父さん呪い呪いじゃない呪いじゃない呪いじゃないってなんか考えなんか思いがこうあったのかな。でコロナ自体で言えば2020年の2月からあれじゃあ日本でも本格的なのクルーズ船の後ぐらいじゃないですか。で2021年、でお父さんは知らないの？知らない。子供の顔は知らないです。子供の顔を知らないし、こういうことも知らない。そう、お腹にいるってことは知ってて、で、そのある日突然倒れて死んでしまって、それで今までこう守ってきた神様がいなくなったみたいな。で、21年の一周期終わって帰ってきた時に、このこっちに行きたいって話を持ってきて、2月、3月、4月と話し合いを重ねつつ、4月、5月にはもう先に行ってもらって、自分はその仕事のやっぱ引き継ぎとかなんかもいろいろちょっとあったんで、8月まで働いて、9月に逆単身赴任みたいな感じになってたみたいな。壮大な家族会議でしたね。誰も心の準備ができてなかった。そうですね。お兄さんも受けなかったし、あと次お兄さんも急に、じゃあダメだね、やめようかなって思うことも何回もあって、教会いろんな人がいて、でやめたいなと思った時もあったりしたけど、やっぱりファンの人がやめないでって頑張ってって言ってくれたり、旅館の方から応援してるからねって紹介してくれてありがとうって言われた時にグッてきちゃうんですよね。だからこのお客さんがまた今休業中だけど会いたら絶対おめでとうって言ってくれると思いますえ、わざと流しに行ってますよ。違う、うん、こういうの弱いタイプなんダメですよ。本当にそう思うんですよ。待ってる人に必ずいるから。産後になるようなもダメだもんね。そうなんですよ本当に、なんか笑ってるもん。笑うしかないよ。じゃあ傍観してる人の気分でいるんで。やってたー。なんか始まってるなと思って。どんな動画？涙腺が。この辺全部カットでカットでしょ。投げてくれ。ちょっと一回全部泣いていい？自分と関係のないような世界になってるんで今。消して消して。こんなことになってるとは思わなかったし。2019年ですよね。怒られた。お父さんいた時に。お父さんとそこお土産売り場に立ってたイメージがあります。お父さん。本当に。チェックアウトの時に。で、あの人を守る会のテレビを買ったんです。クラウドファンディングのプラン、返礼品のおすすめとかあれば、なんだろう、T シャツとか、めちゃくちゃお得だと思う。ちょっとお得にして、ぜひそれで泊まりに来てくれたら。一人様プランはちょっと完売してしまって、今追加検討中で。応援よろしくお願いします。お願いします。ということで、絶対残していきたいなと思うので、よろしくお願いします。しずかちゃんのチャンネルをご覧の皆さんのぜひご支援とだったり SNS とかで拡散をしていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。